今ですね、王将に来てます。京都王将ですね。でこれからですね、日替わりのねランチ食べます。今日の日替わりはですね、高菜チャーハンと、肉そばやったかな、食べたいと思います。では後ほど食べますんで。まずはですね、肉そばが来ました。うまそうですね、このね、ミンチ肉っていうか乗ってて。では、肉そばですね、いただきますね。いただきます。うまそうです。おいしい。醤油ラーメンですけどね、あのミンチ肉が入ってなかなかうまいですよ。今ですね、セットの高菜チャーハン来ました。ここね、大盛りにしても値段一緒だったんで、ちょっとね、今回は大盛りにしました。ちょっといただいてみたいと思いますね、これ。うまそう。やっぱりね、チャーハン王将美味しいですよね、これね。ちょっといただきますよ、これ。うまそうです。いただきます。いただきます。うまいですね、これ。うん。高菜と卵の、 あの絶妙な加減でうまい。なかなか美味しいチャーハンです。これも、これとね、このラーメン、肉そばかな、これで満足します。うまい、最高ですね。ちょっとあっさりしたラーメンでいいっす。うまい。チャーハン、全くね、食べるだけのラーメンをすすってるだけの動画になりますけども、もうね、たまにね、あの王将のラーメンっていうのも美味しいですね。あっさりとしてね、もう年いってくるとこれあっさりがいいかもしれない。うまいわ。で、チャーハンね、高菜チャーハン、これもめっちゃ大盛り。がっつり。時々ね、あのスープがラーメンの汁、うめえな。高菜チャーハンね、大盛りにしたら結構食っても食ってもね、まだまだありますよ、これ。すごいわ、ちょっと大盛りにしてね、ラーメンも1人前あるんでね、お腹膨れますね。びっくりやけども、まだまだ食べますよ。うまいな。がっつり。はい、すっかりね、食べきりました。もうね、めちゃくちゃお腹いっぱいになりましたね。満腹です。でもね、もう満腹になったんでね、この辺でね、帰りますね。ごちそうさまでした。今ですね、餃子の王将で、セット、ランチセット食べてきましたね。肉そばと、高菜チャーハンですね。久しぶりに、ね、高菜チャーハン食べたんですけど、やっぱ美味しいですね。しかも大盛り、もうお腹いっぱいですわ。ということで、もう今からね、引き上げます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。